皆さんこんにちは。今日は洗面台の収納をご紹介します。以前洗面所収納の動画をアップしましたが、鏡の裏はまだでしたね。こちらは以前の家よりは少しサイズが大きい洗面化粧台です。横幅が少しだけ広いです。で、3枚の扉に分かれていて、まず左側からご紹介します。はい、ここは夫のコーナーです。上からご紹介すると、これは100円ショップのケースで、中にカミソリの替え刃なんかを入れています。で、こちらはポーラ BA のオールインワンのメンズアイテムです。以前は乳液と化粧水を置いていたんですけど、乳液を使っていないことが判明しまして、もうこれはダメだと思ってオールインワンのアイテムにしました。で、こちらはヘアワックスです。こちらはオーシャンで、ドライヤーは無印です。続いて真ん中です。ここが一番広いんですけど、私が使わせてもらっています。以前はポーラのアペックスを並べていたと思うんですけど、ここ数年は BA シリーズを使っています。で、アイテムが多いんですけど、簡単にご紹介すると、ローション、ミルク、クリーム、リンクルショット、アイゾンクリーム、ハンドクリーム、マッサージクリーム、ウォッシュ、クレンジングクリーム、ボディクリームです。ハンドクリームとボディクリームはノベルティです。で、一番下にティッシュを置いて、これはセリアのケースです。で、この洗面台もここにストッパーがついているので、ティッシュが取り出しやすいです。で、これは洗面台を洗うメラミンスポンジで、これは爪ブラシです。今はネイルもしていますし、爪も少し長いので、人一倍爪の間のケアは気をつけているつもりです。で、最後、右側はこんな感じです。一番上の右側は無印のケースなんですけど、うがい薬が入っています。普段は水でしかうがいをしないんですけど、インフルエンザの季節になってくると、うがい薬を使用するようにしています。で、その横は IKEA のシュガーポットで、中身は洗面台を洗う時に使うオキシクリーンが入っています。で、綿棒とベビーオイル、これは耳掃除に使っています。で、まあ、その下に歯ブラシと歯磨き粉、マウスウォッシュがあります。これは無印で購入したフロスですね。ミントの香りがついていていいんですけど、ちょっとね、糸が太いです。はい、ということで全体はこんな感じです。あと紹介し忘れてましたが、真ん中の一番上にあるのはセリアのヘアバンドです。あとハンドソープは充電式のセンサーポンプにしました。以前使っていたものがとにかく硬くて重くてプッシュしづらかったんで買い替えたんですけど、これは自動で出てくれて、シンプルヒューマンというブランドです。で、このシールを剥がせるんですけど、センサーからの距離で出る量を調節できるようになっているので、目安として貼ったままにしています。この自動で出てくれるのが本当に使い出すと便利です。で、ポーラの今年のクリスマスコフレですが、インスタにポストしたところ、中を見たいっていうリクエストをいただきましたので、簡単にご紹介いたします。いろいろな種類が発売されていたんですけど、私が購入したのはアイゾンクリームのセットとローションのセットです。あ、ローションケースは今使っているものがあるのでリフィルにしました。で、アイゾンクリームのセットがこんな感じで、ローションリフィルセットもこんな感じだったので、これがもう一箱あったんですけど、動画を撮る予定じゃなかったので、もう箱は処分しちゃいました。でも中身はあります。このボックスもすっごく素敵なんですけれども、開けるとこんな感じです。で、この中に入っているものは、まずローション 20ml、 ミルクが 15ml、 クリームが 5g、 限定のマルチバームが 2g です。本品を1つ購入すると、このボックスが1つ付いてくるので、本当にお買い得です。BA シリーズって高いので、このボックスだけでも結構な金額分入っています。ローション、ミルク、クリームは絶対使うし、このマルチバームだけ限定品です。
ちょっと色味をご紹介しましょう。これゴールドのラメが入っているんですけど、すごく大人っぽくて綺麗なパープルでした。で、唇と頬の高い位置にポンポンと乗せてみたんですけど、肌に乗せるととろけるような感触になり、滑らかに塗布できました。すっぴんの状態なので分かりにくいかなと思うんですけど、ほんのり色つく血色感で肌を美しく見せてくれます。これメイクの上からも使ってみたんですけど、肌にのせると潤うので、メイク直しの際や乾燥が気になる日中におすすめだと思いました。ただ色がやっぱり薄付きなので、これだけでメイクしているっていう感じにはならなくて、口紅の上から重ねたりするといいんじゃないかなと思います。ローションの方は少しとろみがあってハリ感を与えるココローションです。肌にスッとなじみます。ミルクはしなやかなハリ、弾力感を与えるヤバミルク。クリームの伸びもよくって長時間しっかり肌を保湿してくれます。そして私はこの高級感のあるフローラルウッディの香りが大好きです。はい、そんな感じで今日は洗面所収納とポーラのクリスマスカフレをご紹介しました。こちらのボックスは限定アイテムなので、なくなり次第終了ですが、気になる方はチェックしてみてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。